プレーンフィールドは、アメリカ合衆国ニュージャージー州ユニオン郡にある都市で、ある。ニューヨーク大都市圏に属している。2010年国勢調査では、人口4万9808人と過去最大となり、ニュージャージー州第35位だった。2000年の4万7829人からは1979人、4.1%増加し、 1990年の46,567人からは3,241人7.0%増加だった。プレーンフィールド市は女王の都市というニックネームがある。プレーンフィールドは当初1847年4月5日にウェストフィールドタウンシップの一部からタウンシップとして形成された。当時はエセックス軍に属していた。 1857年3月19日、新設されたユニオン軍の一部になった。1869年4月21日、ニュージャージー州議会の法により、プレーンフィールドタウンシップの一部から、プレーンフィールド市が法人化された。これは、同日に行われた住民投票の結果に基づいていた。市とタウンシップは1878年3月6日まで共存し、 この日にプレーンフィールドタウンシップが解体され、その部分がプレーンフィールド市に吸収され、残りはファムウッドタウンシップになった。プレーンフィールドは1684年にクエーカー教徒が設立し、1869年に市として法人化された。元はニューヨーク大都市圏のベッドタウンであり、現在は印刷業や科学、縫製、電子機器、 自動車部品の製造など多様な産業がある周辺、十字地帯と密接に協業した中の中心になってきた。18世紀の建造物が残っており、その中には1788年建造のクエーカー京都集会所、1717 17年建設のマーティン帝、1746年建設のナサニエル・ドレーク帝があり、ドレークは1777年6月に起きた、 ショートヒルズの戦いで、ジョージ・ワシントンの作戦本部になった。近くにある、ワシントン・ロックは、ワチャング山地でも著名な地点であり、ワシントンがイギリス軍の動きを監視したと言われる見晴らしの良い場所である。音楽史の中では、P ・ファンクの生まれた場所として知られている。ジョージ・クリントンが市内の散髪屋で働きながら、ザ・パーリャメントを設立した。 パーラメントファンカデリックは1997年にロックの殿堂入りした。スポーツ史ではプロやアマなど現在過去のスポーツ人がいく人か生まれた場所である。その中には1956年オリンピック十種競技の金メダリストミルトン・ギャンベルがおり、この種目で金メダルを取った最初のアフリカ系アメリカ人になった。またジョー・ブラックは 野球のワールドシリーズで初めて勝利を挙げたアフリカ系アメリカ人投手になった。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された家屋、公園、地区など多くの場所がある。プレーンフィールド武器庫は歴史登録財にはなっていないものの、1932年に完成したランドマークとなっており、2013年に州から余剰資産として売却された。元州知事、 ジェームズ・マクグリービーがプレーンフィールド市内に住んでいる。1967年7月、市内でプレーンフィールド暴動が起こった。この騒乱はニューアークで起きた大きな暴動の後に続いて起きたものだった。プレーンフィールドの警官一人が死亡し、約50人が負傷し、略奪や放火で数十万ドルの資産が被害を受けた。暴動が3日間続いた後、 ニュージャージー州軍が秩序を取り戻させた。この暴動の後で市内から白人が退去転出することになり、黒人の人口構成比は1970年の40%から10年後の60%にまで増加した。プレーンフィールドは北緯40度36分56秒、整形74度24分57秒、 北緯40.615444度整形74.415775度40.615444-74.415775に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.034平方マイルであり、このうち陸地6.023平方マイル。 水域は0.011平方マイルで、水域率は0.18%である。中央ジャージー、ユニオン群の南西端に位置し、9つの自治体と接している。北と東には、スコッチプレーンズ、北東にファンウット、南は、サウスプレーンフィールドとピスタカウェイが接している。南西は、ダンエレン、南東は、エジソンである。 これらはすべてミドルセックス郡に入っている。北西のグリーンブルックとはチャング、北のノースプレーンフィールドの山頂がサマセット郡内である。ニュージャージー州中央部の都市が並ぶラルタンバレーの中にあり、エジソンと共にその東側に位置している。プレーンフィールドは湿潤大陸性気候にあり、寒い冬と蒸し暑い夏が特徴である。 過去最低気温は1934年2月9日に記録された歌詞17度。過去最高気温は1936年7月10日と1949年8月11日に記録された歌詞106度である。欠片の気候区分では CF になっている。一下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。プレーンフィールド市はニュージャージー州議会が認めた特別チャーターの下に一人の市長と七人の委員による市政委員会が統治しており、各委員の任期は4年間である。委員を選ぶ4つの小選挙区があり、毎年一人ずつ改選される。他の3人のうち一人は1区と4区から、一人は2区と3区から選ばれ、 最後の一人は全区から選出される。この三人の改選時期は市長と同時である。元州知事、ジム・マクグリービーープレーンフィールドはアメリカ合衆国会ニュージャージー州第12選挙区に属している。衆議会では第22選挙区に入っている。ユニオン軍は9人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に 当派選挙で選出される。任期は三年間である。毎年三人が改選される。毎年一月初めに開かれる委員会で、その年の委員長と副委員長をご選する。群マネージャーが指名され、日々の運営管理を行っている。二千十一年三月二十三日時点で、市内には登録有権者が二万七百二十二人おり、そのうち一万二千七十八人は、 民主党947人は共和党7693人は無党派だった。他の政党で登録したのは4人のみだった。2010年の統計では市民の41.6%が有権者登録し、18歳以上では56.1%だった。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、 民主党のバラク・オバマが総投票数15,683のうち14,640票、93.3%を獲得し、共和党のミッド・ロムニーは909票、5.8%、その他の候補が46票、0.3%だった。登録有権者数は22,555人、投票率は69.5%だった。 2008年アメリカが衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマが総投票数16,548のうち15,280票、92.3%を獲得し、共和党のジョン・マケインは1,110票、6.7%、その他の候補が56票、0.3%だった。登録有権者数は22,516人。 投票率は73.5%だった。2004年では民主党のジョン・ケリーが11,508票、85.4%を得て、共和党のジョージ・ W ・ブッシュの1,773票、13.2%を上回った。その他の候補は88票、0.7%、登録有権者数は2445人。 投票数13,840票、投票率は65.9%だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、民主党のジョン・コーザインが7,140票、81.3%を獲得し、共和党のクリス・クリスティの1,057票、12.0%に勝利した。独立系のクリス・ダゲットが355票、4.0%、 その他の候補者 H が84票、1.0%だった。登録有権者数は2万1738人、投票数8786票、投票率は40.4%だった。市内の公立学校は、プレーンフィールド公共教育学区が運営しており、幼稚園から12年生までを教えている。州内に31ある、アボット地区の一つである。この地区は、 ニュージャージー教育開発局の監督下に、これら地区内の学校建設と改修の費用をすべて、賄うよう州に要求されていることに基づいている。2010年から2011年の教育年度で、地区内には15の学校があり、就学児童生徒数8105人、教室担当教師数501人、生徒教師比率は16.18、1である。小学校10校、 中学校2校、高校1校のほか、学術と市民の開発のためのバラク・オバマ・アカデミー、及び芸術と先進研究のためのプレーンフィールド・アカデミーがある。プレーンフィールド・高校は、雑誌、ニュージャージー・マンスリー2012年9月号の、関東特集、上位公立高校で、週内328校中、第280位だった。2010年では322校中、 第307位だった。2009年の場合は危険な状態が続いていたのでリストに乗らなかった。市内には持続可能性に焦点を当てた最初の高校であるバラク・オバマグリーンチャーター高校もある。ユニオン軍カレッジは近くのクランフォードにあるコミュニティカレッジであり、プレーンフィールド市中心街にもキャンパスを構えている。市内の一部は都市事業地域に入っている。 地域内での雇用を促進する他の施策に加え、一部の商業取引については、消費税が通常の半額の3.5%に抑えられている。市内には、ニュージャージートランジットのラリタンバレー線の2駅がある。この線は、ニュージャージーセントラル鉄道の元本線だった。プレーンフィールド駅は中心街にあり、ネザーウッド駅は中心街の東、ネザーウッド地区にある。 ニューブランズウィック駅は約15分の距離にある。ニュージャージートランジットは系統番号113と114のバス便も運行しており、ミッドタウンマンハッタンの港湾局バスターミナルと往復している。ニューアークには系統番号59,65,66がある。市内のルートは819及び822系統である。ニューアークリバティ国際空港は 約30分の距離にある、市内ミューレンバーグ地域医療センターを所有する、非営利会社ソラリス健康システムが、病院閉鎖の許可を求めてきた。これには、ニューアークを基盤にする団体、大衆の進歩のための組織が反対してきた。閉鎖は大量に病院に来る保険のない患者が原因である。プレーンフィールド教師カレッジは、1941年に、 大学フットボールのファン二人が作り話として創設した伝説上の機関である。この偽物カレッジと同じくらい存在しないフットボールチームはこの作り話が発見される前にニューヨークタイムズなど主要新聞でそのスコアが掲載されていた。ありがとうございます。